はい、それでは始めていきます。第179回キョウフゼロニウム科学戦スタートします。それではスタートボタンを押して始めてください。はい、レグさん今拍手しようとしてくれましたよね。ありがとうございますあ、そう、今読み合いが発生したよねはい、はい、ありがとうございます。というわけで179回ですね、始まりました。今日は人数がちょっと少なめなので、まあ恒例のというかライフ2個で、まあどっちワンピース2ピー関係なくというか、まあもはや紅白ではないんですけど、まあそんな感じで行こうと思います。で、ワンピ側がイッチーさんで、スピ側サワラさん。サワラさん最近また来てくれてますね。な感じで、まあ2ライフはこういう風にキャラがね、いろいろ見れる感じでございます。さあ、サワラさんがその勢いに乗る。一発はでかいですね。ウラシェルも決めるのは難しいけど、さあ2番手イッチーさんの表社、開幕吹っ飛ばしがカウンター。さあ、あれも減るんだよね。でも結構先端気味だと反撃も難しいところ、結構いい技ですねあれね。さあ、なんだっけあの技。さあ、ちょっとイッチーさん側が攻めあぐねている。うまく無敵で抜けて、ああ、お決まりの連携。あ、カナさん喋ったりします。さあ、まあイッチーさんは、まあ、まだゼロニウム始めておそらく間もないですけども、まあどうなるか分かんないですからね。今後もし半年後とか、もしこれが続いてれば王子みたいな感じで、そうですね、っていうのもワンチャンある。初期さん、96のクラークのアルゼンチンの後のエルボー受け身取れるんですね。あ、取れますね。浮きますからね、浮き直るっていうか。あとダイモンに対してチョイのジャンプし4段当たりました。あ、お、これはバチーン。おー、おー、珍しい。だいぶ珍しくないですか。あれ、あれ8割ぐらいで実は自分に当たりますよねっていう噂なんですけど、まあ5分らしいんだけど。さあ、今日は、ライフ2個どっちでも大丈夫、どっちでも大丈夫という。初期さん、あの運命の矢なんですけど、はい、自分の地元に前紅白出てたのヨミラブさんが、あ、はいはい、昔ウラシェル使ってやってたら20回中19回自分に当たったんですよ。あ、それなんか前聞きましたね。あの、これって自殺専用の技だよねっていう話になって最後の1回であの敵に当たって、え、感動してました。そりゃそうだよね、20回19回自分に当たるってどういう凄まじく日頃の行い悪いっすね。いや、あれなんか下にもちゃんと判定あればよかったですね。あ、せめてなんかしゃがんでるとスカるキャラも多いから。多いですよね。さあ、そしてシカチさんがワンピー側です。まあ主に池袋をホームとしているプレイヤーですかね。ああ、そうだったんだ。あ、この前行ったんですよ、その、金曜日結構集まりがいいみたいなので池袋パトロールですか。え、いや、あの、まあはい、行ったんですけど結構ね10人以上すごいっすね。いたかな、あの、あ、ランブルプラザ。そうですね、あそこ今なんか9号の対戦会もやってるみたいです。あ、なるほどなるほど、いいですね、この時代に盛り上がりを見せるゲーセンは。いいですね。あー、あー、おっと、ちょっと遅かったもののシャガビーの発生が早い。珍しい同キャラっすね。そうですね、リン同キャラはなかなかないな。これどっちかトントンでも差がないっすね。そうですね、昔、そうですね、ちょっと細かいネタですけど、ファミリートントンというプレイヤーと M ダッシュがウリ2つだという噂が飛び交いまして、でそこから地元でリンはトントンに似てるっていう話になり、そうで、なんか謎のなんか M ダッシュとトントンとリンの3すくみとかよくわかんない、全然すくんでないんだけど。でこの C カラーのリンがドラゴンボールの海王神みたいなカラーしてるっつって、あー確かに確かに、そっからトントン海王神に似てないって話にもなったらあいつそれ言って以降リンあのカラーなんですよね、基本ワンピーカラーなの。派生しすぎだろいろいろさあ試合の方はウィップと誰だっけ、リン、はい
これ前も言ったかもしれないけど、なんかウィップのあの絵がジョンに似てません、うん、あ、ジョンとマリーにも似てんな。前マリーがジョンって言わんでした。あ、マリーが似てるよね。やっぱ疲れてますね。さあ、足払いから俺はやはりちょっとリンガはジャンプ D とかで乗っかられると厳しいですね、なかなかね。ちょっとこう、うわ、こうなる、奥にかぶってくるようなジャンプだと長飛でもちょっと落としづらいですからね。使っちゃいますからね。さあ、そしてかすみ、なんか新旧女強キャラ対決みたいになってますね。そうですね、無事次第だいぶ猛威を振るったウィップですけど、これは結構ウィップ側がきついって聞きますからね。そうですね、やっぱジャンプ攻撃ウィップもね強力なんですけど、確かにそこの強さがあまり生かしづらいですよね。やっぱ霞のジャンプも強いから。強い。さあ、そのまま押し切ってしまうか。ここで負けてしまうと後のレオナに負担がかかるが、あー、ゲージがないので脱出ができない。これだいぶ地獄の感じじゃないですか。だいぶ地獄ですね。かなりのね、軍人だからすごいとこ繰り広げてると思いますが。そうですね、これは一回被った時点でもうほぼ確定ダメージみたいなもんですからね、発動してしまえば間違いない。しかしここは1ゲージ溜まる、なんとか。あ、このリードをうまく保っていきたいレオナだが、なんとか、あー痛い。さあ、けどまだ分かんないですね。これは2ゲージも溜まりそうなんで、レオナが。あ、おっと、ここはうまい、できる。さあ、しかしまだマックス、怖い、マックスアテミとかも怖いですよね。あ、怖い。ああ、さあ、最後までしのぐことができるのか。アテミを読んで遅らせ、しゃがみ B、2P が予算。はい、さあ、予算はなんか昔のオリジナルみたいな感じのチームになりましたが、ね、はい、鹿さんはなんかガラリと変わっておりますが、レオナが結構なんか魂キャラなんですかね、使ってるのが。そうですね、毎回入れてる感じしますね。さあ、うまく飛びを通す。ああ、キング側も切り返してまだ打っていく。すさまじいバチバチのファイトっすね。さあ、これはちょっとアテナ側が難しそうな対戦ですけど、うまくダメージを稼いでいる。ああいうところも難しいですね、アテナ。そうですよね、ジャンプが今みたいにくぐっちゃったりして、あれはもうなんか一回もう一回後転とかして小ジャンプとかで間に合うのかな。あ、それかもうなんかスライディングに合わせて垂直ジャンプとかですかね、最後に。ああ、なるほど。その後も難しそうですよね。けどどちらにしろちょっとコンボにつなぐのが難しそうです。難しいっすよ、アテナのジャンプほどふわっとしてますからね。うまく投げ外して残り時間がない。 NC マイビー、おーっと、あっと、ジャパンも見え隠れしたが、タイムアップ。で、中堅レオナ、あ、今日ひな祭りですよ。なるほど、誰かひな子使わないですかね。ということはそうですよね、ひな子使いが全くいないっていうね。ないですよね。だからライデンも誕生日一緒らしいっすね。へえ。3月3日らしいっす。まあどうでもいい裏話をしながら、なんかそうですね、意外な2キャラというか、なんか確かに。ここは使っていく。ああ、なんか刺さりますよね。あれ減らない。うまい、しっかりと。はい、予算もうますぎと。あれ難しいですよね。むずいっす、あれ。
そしてユリがさ、この組み合わせはどうですかね。この組み合わせはまあやはりちょっとスタッシュを警戒しつつなんで顔ニヤニヤしてんすか、まあ、レオナ側もはいちょっと苦労させられますね。けどまあジャンプがふわっとしてるので、まあ守りの硬いレオナなんで直接崩されることはね、おまあ遠距離の立ち合いは結構いい勝負なんじゃないでしょうかね。なるほど、素晴らしい解説ですね、はい、でこれどちらが有利になりますか、ね、まあ、多分、まあ、5分近い、いやどうなんだろう、うん、まあ有利に若干やはり分があるといったところでしょうかね。おそらくどちらが有利ですかね。こう有利はどっちだろうな。まあ有利が若干そうじゃないですかね。あ、なるほど、有利じゃないでしょうか。伊予さんこの下りのためになんか有利使ってくれてる気がしてしょうがないんですよね。さあやはり時間をとかどうして、おサッシュ、おユリも使い手ほんと少ないですからね。結構強いキャラではあるんですけど、ですよね。表剣数やっぱスラッシュがある分弾は打ちづらい。そうですね、やっぱ硬直も長いから結構ね見てからっていうのがユリ側も、まあ、そこまで難しくないと思うんでね。確かに、おーあとビンタ、あーっとこれはどうするんだ、あーちょっと距離が遠い。あれって表でもつながるのかな。ちょっとディレイかければいけんのかな。さあここでまたして松尾、次はチャンスをものにできるかな。ちょっとグダってるぞ。あー時間がない。うん、だー、超アッパーが、ちょっとあのスローがかかりますからね。とヤッホーさんでいいんだよね。わ、2回目3回目か。そうですね、そうですね、何回か。あ、しかしさん側は早くもジョン、ダイモン、ネームレス、はい、ヤッホーさんがあれは裏タクかな確かですね、はい、あの顔は、あの顔、そうですね、やる気満々な顔してましたね。やる気満々です。裏シェル、ジョンもなんか設置があるからダメだけど走ったらおしまいみたいな、まあそうですね、印象が強いですね。ジョン側もちょっと入りづらそうですよね。確かに、なんかスラー当ててもその持続を、あの球の持続がね残ってて食らっちゃうとか結構ありますからね。痛い。さあまずはお互い静かな立ち上がりから、ここは危ない。さあ前転で回避するが、ここはあー、あれ強いですよね。強いっすね、水深はもう古来より伝わる判定。あ、ここはジョン側が固い立ち回りで、さあ最後もしっかり見ている。なんかもう端から逃げた時のしゃがえ空差陣食らうのは必要経費と思っても、あれは本当まだ安いと思いますからね。まあ、K ダッシュに対してみたいな、なんというか壊しアイン、まあ、ナロを食らっても、ね、桂馬打ち。さあゼロドット、ここは前転から、あーさすがにっと見ていた。ダイモン、このカラー見るとなんかおずさんな気がしてしょうがない。真っ赤なカラーですね。なんか対ダイモンって、ダイモンが有利なキャラってあんま多分いないと思うんだけど、実はもうなんか
事故のもとがいっぱいありますからね。けどやっぱりそうですね、一発を警戒しない、一発がでかすぎてそこで結構うやむやにできるキャラですからね。おっと、あゆち、あーこれは確定していたが前が出ない。置いてあるジャンプ飛ばしが強い。ネームレス、ちょっとゲージが物足りないが、これも苦労しますね。ネームレス苦しい。ネームレスも実は、まあ、強いっちゃ強いんだけど、もちろんなんていうか、やはりコンボのそのプレッシャーがあってこその立ち回りな感じがしますね。やっぱね、普通にこう裏タクとかあのハイデルンとかきついですからね。あー確かに、立ち回り自体はもう一発を匂わせるように。あ、そうですね、やるのがいけないかみたいな。やっぱゲージがあると相手にかなり制限がかかりますからね。確かにそこが強みと言ってもいいでしょう。さあここは削りきれない、足払い当てて、さあゲージはネームレスがちょっと吐きづらい状況。さあ逆にガーキャンしたのは裏タクの方。さあ最後これタイムアップ、終わった、一発食らってしまった。こっからなんとかゲージを貯めていかなきゃいけないネームレスだが、さあ苦しそうですが、まあネームレスなら、まあ、2ゲージなんとか貯めたいところですが、さあヤッホーさんが冷たく、あっ危ない、しかしゼロロット、ここはもう打つしかなかった。さあヤッホーさんが通る、はいはい、バンギャさんですね、合ってますね。バンギャさん、バンギャさん、なんか昔見た俺の記憶の引き出しを今開けましたけど、記憶の引き出した、多分出たこと、出てくれたことがあったと、そう思います、思います、はい。さあキャラクターはかなりいいチームですね。さあここは乗っける、うわここは払ってダメージ重視、ドボン、これも強制ダウンだ、勝利も強制ダウンなのが本当でかいですよね。でかすぎますねこれ。さあなかなか端が脱出できない、ここはしゃがみシーで暴れて一旦画面中央に逃げるが、うわーシェルがいいとこに置いてある。もうなんかこの状況は本当嫌ですね、 K ダッシュ初手で乗られたら。そうですね、ウラシェルンはやっぱリード保ちたいですからね。ゲージもない、ここはしのげるか。さあやはりウラシェルンも自分から行かなければいけない状況。もう投げてく、本当守ってるときすごいいいキャラなんですけどね。そうですよね、行かなきゃいけないときはなかなか苦しい。警察官に似立てして大将が裏ダグマですね。オーケー、うわー、さあ上の置き方がうまい。さあなんとかなけなしのゲージを払うが、さあ K ダッシュ3ゲージ持ち、いやー痛い、苦しい、あー苦しい、苦しいよ苦しいよこんなの。おー当たって、あーあー、さあここは取っておきたいが
出すか島エビ厳しい。はい、ティアナさんが 2P 側です。まあ、ティアナさんもなんかその結構前に比べると相当強くなったうちの一人だと思うんですけどね。やはりここで鍛えてる甲斐があったと。そうですね、いつも来るのも早いですからね、ティアナさん。さあしかしこのバンギャさんが非常にいい動きをしている。切り返して、あの時ちょっとお見合いですよね。気まずいですよね。あれは気まずい。そう、足払いが当たって先行を打つと裏にもあるんですよね。さあ駒投げからジャンプリー。さあ置き攻めを重視して、うわ足を蹴る。これが奇跡。早出しが生きる。あれはがっかりですね、蹴り出し。読み勝っているに近い状況だったが、そこは内向剣残った残ったがジャンプ D。 あ、初期殿業務でござる。そしてジョン・ベニマルだが、ジョンは一応持っているのでちょっと苦しいところか。おベニマルも行くが、ここは使ってしまう。ここは安藤さんが打って投げて、あーっと強気に行く。おーっと切り替え攻撃を、大将ハイデル、いきなり幻影が出てしまうものの、ここでもう一回幻影ハリケーン決まったなと。うわー、こうなるとアイデルは厳しい。この組み合わせなんか結構難しいと思うんだよな、お互い。あーベイマル側はまあ俺はいかに下にしゃがませないかっすね。あーなるほどなるほど、そのままベニマルが決める。押し切る。はい、さあそれでは初期さん、さあ初期さんのメンバーは、はい、クーラー、K ダッシュ、はい、はい、出らない。あ、はい、出る。すごい、なんか保険をかける一言が聞こえた気がしましたが、聞かなかったことにしておきましょう。あと、ショートが、あと、ベニマルクーラー。あっと、いきなり。えプレス引っ掛け、お先にリードを取ったのはクーラ側。あっと、いや蹴りが出ない。プレスと勝利は出なかったものの、リードをしているのはクーラ側。時間の方もそろそろ10秒切っていくところで、ベニマルも最後の勝負に出たいが冷たい。あーっと、内陣はいい判断だったが好転している。うわー、あーっと中堅が K ダッシュ、
だがクーラは3ゲージ溜まって体力も4割ほど残ってるのでこれのが痛い。特攻一発決めて、うわーだが上をしっかり見ている。そしてとちょっと96に気を取られていたが、あーっとクーラがどったり粘るところをジャンプ D をつさみ、あーここで蹴出し同キャラ、あー初期さんは蹴出しの同キャラには定評がある。アインの打ち方がかなりうまい。だがワンギャさんも一度ペースをつかむとかなりいい感じにダメージを取っていたので、なんとかペースをつかみたいが、うわー苦しい。あー火力の違いを見せてやる。ネームレス、あーとジャンプを回避して、あー端っこに追い込んで初期さんも殺す体勢か、おっとこれ逃げていく、あーとじゃ吹っ飛ばし決まり、あーとここで光るでしょう、しっかりボンと突っ払い、あー痛い、あーっとガキを払ってまだ行く、しっかりとガードして前にジャンプ C が刺さり、時間の方はもう10秒切っている。シュート、もう一回シュート、あーしゃがみでスカル、相性ハイデルン、だがネームレスはそろそろ4ゲージ、あーハイデルンの方は無理をしない、痛い、あーっとこれは、あーようこそすぎるってやつか、これが苦しい、あーようこそすぎる、あモノノフさんお金を払ってすぐ出てくれる、本当にいい人、多分動画でちょっと、まあ、カットされると思いますが、あの初期さん自分でも人気ないだろうって言って、あの誰一人として座ってくれません。そこで急遽お金を払ってくれたモノノフさんがすぐに座ってくれました。モノノフさんはなんだチンゲンサイがマイブームなのか、あと開幕、さあジョン対クーラー、結構ジョン側がこれなんか悶絶するみたいには聞いてはいるんですが、だからそこはジョンのキャラパワーでなんとかできるかな、あーと、うわー冷たい、あー痛い、らしい、あーちょっとこれは厳しい、あーと危ない、さあ初期さん俺のクーラー弱いって言っておきながらかなり活躍している、うわ
なんかゲームの中で最年長対最年少みたいな感じだが、最年少パオがいたか。チンゲンサイ当たれば痛いんですが当たらない。ブレス氷炭をぶつけていく。チンはなんとかこう近距離に行ってごちゃごちゃさせながらダメージを取りたいところなんですが、あーこのクーラがさせてくれない。冷たい。無理をしない。元の MC を抜けて、あーっと昇竜が漏れてしまい、あいやー、あーバイバイと。あ大将ネームレスだが、この改造人間三人衆倒さなきゃいけないのか。これなんか、あ、そう、ケークネームですって和解って言われてたよな、一時期。和解って言うとなんかね、マブカップ2のチームが出てくるんですけど。投げて。おっと、リバダイは、マイビーで狩る。だが、一発コンボ食らう。ここは払っていく。だが、ここで、ようこそしてしまう。で、あーっと、あの子を倒してもこいつがいる。そしてこいつを倒してもあいつがいる。ワンコンポ、いやー苦しい。あーっと無理はしない。しっかりと前提は見ていた。すごい老害好きにはもうたまらない対戦となってしまいました。さあこの対決、ガンピ対初期。あれ初期さん、クーラーがいない。冷たい。老害にはほんと冷たい。え、ガンピさんはなんかいつも通りのチームですが、さあどういう試合になるんでしょう。オクシー対低ダッシュ。さあ先に攻撃を当てたのは低ダッシュだが、おっと一気に近づいて、あのコンボ、これは苦しい。あっと完全に低ダッシュが乗っている。ここは下段を仕掛けていく。中段、さあくっついて、あーっと、あー出ない。なんかついていく。あーっとも絡んでいく。ホクシーは結構いいダメージを取っている。さあ立っているのは K ダッシュ。そしてとんかつさん出ないとやばい。もう出ないとやばい。さあ中堅のウィップが出てきたが、あっ現状使ってしまう。アタック冷たい。また冷たい。うわあ、あっとここはブーメラン。ジャンプディー、おウィップはここでなんとか
K ダッシュを倒しておきたいが、ああ苦しい、しっかり見ている。ああ食さんすんごい真面目な顔をしている。ああ愛をばらまいて、おっと表クリスが1枚だったか、おっとすごいスタイリッシュにかわした。おっと素直にディレクション、ローホンが今すぐ技を食らう。だからこの男の子はそう軍人と改造人間を倒さなきゃいけない。さあ確か設定では料理が得意と、そして中断、あっとハイデルンが冷たい。さあバッサバッサと空中フットバーを繰り返している。おっと村雨チョップは見事に浸かる。ここでエンドすんげえ腹に刺さってるぞ。あーっと漏らしてしまう。おっとスタイリッシュに動いて、ここはきっちりダメージを取る。さあ後転で逃げると思ったであろう初期さんのダッシュ1点読みだったが、シャガビーが待っていた。これはまだ分かんなくはなってきてるぞ。あお互いチャンスを伺っている。あーと中断、ああ苦しい、よし決まる。おーっとディレクションを警戒して屈伸をちゃんとしている。さあここで一発刺さる、なんかまだ生きている。投げを外して中段当たる、だが吹っ飛ばし見えない判定。勝ったのは初期さん。